はい、皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。本日はまたナイキをご紹介します、させていただこうと思います。どうぞよろしく。はい、こんにちは。今日ジョーダンね。はい、大好きです。ジョーダン3足。はい、今日はジョーダンくくりということで、はい、世間で人気がなくても僕は好きなものは買います。あ、いいこと言った。はい、スニーカー好きな、グッといただけた、たくさん。それいやでもね、本当そうなんですよ。だから結局今の、まあ、まあすごく真面目な話になっちゃうんですけど、うん、売れる売れないだけで考えたら、僕は決して今スニーカーブームじゃないと思ってる、うん、もうあくまでも転売ブームでしかない、うん、だから本当に好きな人、結構ね、その SNS でつながり持たせていただいてる方は本当に好きな方多いんで、うん、本当に切ないなっていうので、まあね、別に犯罪でも何でもないんでやめてくださいとは言えないんですけど、まあ本当に好きな方になんとなく僕も含めて変えるような方法がないのかなと日々思っておる次第です。そうだね。まあでもその中でね、本当にやっぱりスニーカー好きには刺さるんじゃなかろうかっていうのを僕はちょっと今回は。そういう塔を作ればスニーカーと選挙活動すれば今度。難しいね。市民権も得られなさそうだね。一部の20代の若者の方とから40代ぐらいまで。いかがしそうだもんな。そうそうそう。じゃあそんなことでね、はい、そんなボスが買ったジョーダン3足行ってみますか。はい。お、なんかすげえ普通なの出てきた。そう。あの、食わず嫌いはやめようシリーズ。あ、そう。はい。初？初っす。人生で買ったことがないです。うん、ワンドル。どれが初なんだかもよくわからんけんな、もうこんだけ紹介してくると。で、多分どっか前回、前々回ぐらいの多分ナイキの回で言ってると思うんですけど、うん、ジョーダン1って、うん、とか、うんうん、どれが本当だと思ってんのって言われたじゃないですか。うんうん、ないって言ったんですよね。もともとないんで、設定があって。うんうん、この1のね、ワンカットのそうそうカットね。もともと当時なかったから、好きじゃないですって。うん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 、まあでも言ってもね、知らないで文句言うのは違うなと思ったんで、うんうん、たまたまちょうど普通にナイキのドットコム調べてた時かなにタイミングよくそのリストックの通知が来て、ああそうなんだ。そう、これとあのリムさんがよくあのターミネーター色って言ってるシャドウって、あ、はいはいはい、がローでやっぱりリストックにかかって、うんうん、で皆さんは多分そっちに行かれたと思うんですけど、うんうんうん、僕はバーガンディ好きなので、うんうん、こっちを選びました。すげえ微妙な色だよね、これね。はい。赤でもなげりゃ。そうね。バーガンディというにはちょっと薄い気もするし。うん。まあ、ナイキらしいエンジ色って言えばいいのかな。うん。で、やっぱこの特徴はね、このヒールの刺繍と、はい、スウォッシュの多分そのこの黄色のステッチが。そうですね、細かいところが。うん、まあ、黄色というかオレンジか。うん。まあ、ダンクとはちょっと違うよっていう。まあ、俺的には同じだけどね。エア入ってますからね、こっち。あ、向こうはないのか。そうだそう。同じだっけ、ね、当時だから全然値段が違うんですよ。ああ、そういうこと。まあ、今でもそうですけどね。うん。5000円。あれ、ここに入ってたっけ、いや。わー。あ、ワン、んワンヒールだけだっけ。ワンはヒールだけかな。ごめんなさい、うん、ちょっと忘れちゃった。いつあってもここがベコベコだなと思うから。もしかすると入ってるかもしれないですよ。離れて。ああ、フルレングスではないような気がする。まあ、もちろんフルはないと思うけど。うん、フルになったのはだいぶ後なんで。そうだよね。ヒールだけだよね、多分ね。ヒールと、もしくはフロントのその、母子球の部分だけだったかな。うん、まあこれは普通すぎちゃって、ああそうなんだって感じ、ボスの感じで、ね、あの食わず嫌いは良くないから買って履いてみようねっていう、はい、なるほどね、はい、シリーズです。はい、まずじゃあジョーダンの1のローね、はい、1足目ね、これね、番組初登場です。うん、もう本当に喋ることね。ベーシックすぎて、ベーシックすぎて。そうなんですよ。だまあ、冷やかしようもね。それもあって、多分買っても僕多分そういうの持ってこないと思うんですよね。カレッジ柄とか。確かに。で、2足目。はい。もう大好き5です。ああ。大好き5。確かに。これね。もうね、くたくたになるのが目に見えてる靴。あれ？はい、2足目この5ね。はい。これさ、はい、リフレクターなの？そうっすよ。オールリフレクターです。アホな靴だな。もうパリッパリになるの確定。
いやー、マジか。はい。グレーの皮だと思って見てた、俺。いや、もうこれ、そのリークというか、まあ、その情報が出た時に、もう最初に出たのは光ってる絵だけですからね。あ、マジ？はい。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。俺結構これが好きだな。これいいと思うんですよね。僕の中ではこれステルス戦闘機っぽくて好きで、まあ元の靴の形ももちろんあるんですけど、うん、5っていう。5ってそれをモチーフに作ってるんで。ああ、そうなの？そうなんですよ。戦闘機をモチーフに作ってるんですよ。ああ、そう。はい。ジョーダンが。ゼロ戦じゃね？ここ当時、F15 かなんかかな。あ、そう。トップガンが流行った頃かで、あれを見て、ああいう靴欲しいっつって。デザインして。だからちょっと丸っこいところとかがあるんですよね。アッパーのとこというか。なるほど。リフレクターか、驚き。でもリフレクターにしては結構滑らかだと思います。そうですね。よくヒールというかに、ゴリゴリ感がない。ゴリゴリ感のすぐ割れちゃう感じのやつは、まあその辺はね、さすがにアッパー素材にしてきてるんで。そう、なんかどっちかというと表面塗装っぽく見える。吹き付けみたいになってますよね。そうそう、雰囲気的には。そうそうそう。へぇー。おぉ、これね、人気ねえんですよ、これもまた。ああ、人気なさそうだもん。うん、くれこれ。売ってるからどうぞ。高いずらだ。どうせ、だって、7月誕生日だから。もっとじゃあ高いのねだろ。違うよ、やらねえよ、自分で買えってことで来るから。いや、もう。俺はいいんだよ。もう誕生日前から買い尽くしてるから。金がねえって言ったら、私はどうなんじゃいっていう。もうどうにでもなれだけどね、ボス。いや、なかなかこれはすごいわ、確かに。うん、いや、でもこれはおすすめです、俺は、うん。変な靴好きな人は絶対、はい、これがいいと思います、俺は。で、グレーラーって基本的には合わせやすいんじゃないかなっていうのもあるかな。その、ちょっとライムグリーンがね、どう活かすかだとは思うんですけど。そうね。僕は別に嫌いじゃない。ニューバランスのグレーとは違うからね、言っても。そうですね。あれマットですからね。そう。近くで見れば見るほど、やっぱりその、うん。反射してますよね。ちょうどね、今正面当たってるんで。そう、感じがね。なんか革靴感が満載みたいな光が、ここから見てると。なるほど。ファイブね、今回ね。2足目。はい。ファイブレトロっすな。はい。で、3足目。はい、来ました。ボス大好き、クロットス。うん。不人気クロット、はい、香港育ちとしてもクロットは欠かせないです。うわ、これもまたすげえな。はい、3足目こちらジョーダンの、これが5ロー。あ、そう、だから僕も5のローって初めてです。でも当時ないんで。ないよね。はい、すごいな、これ。ビーズついてる。ゴルフシューズぐらいじゃないですか、これ見ると。ゴルフシューズあんの？ファイブのローですよ。ああ、そう。うん。はい。あ、ミートじゃないんですよ。ゴルフシューズバージョンは。え、こんなに低かったっけ？もも、なんかね。ミットだよね。ミット、いや。だってこれハイカットでしょ？それは、いや、厳密に言うと、ジョーダン5ってミッドカットなんですよ。ああ、そうなんだ。ハイカットじゃないんですよね。ああ、そう。はい。ジョーダンっていうハイカットって、ワンしか存在しないんですよ。ああ、表現としては。はい。ああ、そうなんだ。これもまたすげえな。サテンっすからね。うん。伝わってんの？もう、どっか引っ掛けたら終わりですってやつです。で、このヒールのね。はい、ジャンプマンとクロットのマーク。23と、ね。漢字で23と。なんだかわからんけどね。もう。23。うん。このビーズと。翡翠を表してるそうです。あ、じゃあ、どっか、家の中に飾ってあ、そうそう。いや、ね、本当にそれは、これでしょ、中国、香港とか、中華圏の、これのこれでしょ。そう、あれです。そうだよね。お守りのモチーフらしいです。もう色がね。で、そこは、蛍光なんで、夜光も。もう光るのばっかりじゃないか。光も大好きなんで。光も違いだわ。ああ、なるほど。それは蓄光素材なんで。うわ、懐かしいよね、こういう蓄光素材の色って。昭和生まれ的にはね。大好きですよね、それも。へぇ、多分今照明消すと光ると思いますよ。ああ、なるほど、確かにね。まあ、消さんけどね。まあね、
カラーリングは普通だけど、素材とそうだなぁ。まあ、普通に履くんならそれだと思いますよ。でも俺はこれが一番嫌いだわ。あ、そう。うん。中途半端で。うん。もうなんか、この良さがわからない。あ、このローカットの、やっぱり俺は。ああ、まあね、どうしてもハイのね、うん、イメージがありますからね。そう、どうしてもそのダンクもそうなんだけど、うん、やっぱハイカットの方が個人的な話ね、はい、履きやすさうんぬんとか抜きにしてやっぱそっちの方が好きだなって思うし、やっぱりこの原型の方が、うん、フォルムは綺麗だよね、うん、好きだなっていう感じがする。今回の一押しはこれです、自身の。まあそうですね、はい、一番王道で、一番王道で変態素材、一番外してるっていう変態素材、まあ難ね、なかなかありそうでないっていう、うん、で、クロットまで行っちゃうと外しすぎっていうね。そうね。これ結構癖あるもんね。うん、靴としてもね。ね、いろいろ揃えてる中でこういうのあってもいいよねって。カラーリングはすげえ普通なんですけど。うんうん。素材感がね。もうサテンなんて、靴として絶対採用しちゃダメでしょっていう。だってサテンだったり、クリアだったり、ここそんなんばっかだもんね。ね、もう、だからそういうブランドさんの。うん、確かに。まあ、それはいいんですよ。やっぱりね、せっかく、まあコレクターではないけどいっぱい買うんであれば、少し遊び心のあるものを選んだ方が、まあね、たまにはね、うん、こればっか揃ってもなかなか難しいですけど、うん、普段のファッションでいいに、うん、そうね、はい、特にこれからのね、夏のシーズンシンプルになりがちなコーデになるんで、まあ何かのスタイリングに刺すとか、まあでもこれ色黒だからね、そう、色自体はそんなに浮かないから、まああれかもしれないけど、うん、うん、むしろこっちの方がちょっと色的には浮くから、なかなか合わせづらいですよね。そう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 、グレーな挙句にライムグリーンが入ってるっていう。色的な使いやすさでいくとこいつが使いやすいのかもしれないね。もうね、そのためにファミマの靴下買いました。ああ、ファミマね、今話題のね。ライムグリーンのやつ。ああ、なるほどね。はい、ということで今回はジョーダン3足。はい。1のローと、5と、ローと。ローと。持っていないんで。靴でかいと大変ですよね。サイズでかいんで。させていただきました。はい。まだまだ続きますから。はい。ぜひチャンネル登録、グッドボタンもお願いできたらなと思います。はい。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。まだ売ってるから買ってね。